だいぶもうアイロンは入れたんですけど、結構ウェーブが強い、毛髪だったんで還元濃度を上げて、その上でアイロンしました。なのでいいコンディションはめちゃくちゃいいと思います。連点毛のかなり難しい感じなんですけど、今ちょっと分かんないと思うんですけど、こういう場合どういう風にすればいいかっていうと、大体なんかこういう風に普通にこうツインブラシ入れて、こうやってやってツインブラシ入れてアイロン入れると思うんですよ。ほつれが取れてない状態でアイロン入れるとそのまま固まっちゃうんで、結構おすすめは冷める瞬間に形がつくので、温めますね。ショートの場合は僕結構やるんですけど、温めてその後にツインブラシをちょっとすごく下、ちょっと下に下げる感じで、下げてみます。まっすぐに抜くというよりちょっと下げ気味にしますね。でアイロン入れます。そしたらその方が表面にテンションを置く感じです。まっすぐこうやってもいいんですけど、表面のところを艶出したいんで表面にテンションを入れるといいので、ちょっと下げると表面にテンションがかかるんで、でこの状況にまだ毛髪は温まってるんですよね。でこれで冷めながらやっていくとこういう艶が出るんですね。なのでこのつむじあたりとかよくそういう風にやってあげると、結構強い場合にこれでこうやってやってもよくこうやって やってますけどあんまり毛伸びないので、強い場合ですよ。普通の場合は全然できると思うんですけど、強い場合に関してはツインブラシで一回熱を残すって感じで、一回熱残します。で一回熱残したらこれでちょっと下げ気味にして角度を5度くらい下げるんですね。でこのまま冷ましていくと、でこの状態ができてからこういうのでまとめた後でこういうふうにやってもいいと思うんですけど、この冷める瞬間をうまく利用していくのが一番ベストです。なのでつむじとか結構難しいんですけど、一回熱を入れますね。熱入れます。熱入れたら、はい、しっかり熱入れたらちょっと5度下げてアイロンじゃないや、ツインブラシを抜いていくとツヤがこういう風に出るんですね。ちなみにこれは今モモンガトリートメントとあとケラチンをちょっとつけてる状態です。このモモンガとケラチンの相性めちゃくちゃいいので、この状態で髪の多分かける前よりも質感が上がってるんですよね。はい、で温めて5度下げて引っ張るって感じですね。そうするとこういうふうに綺麗にできます。で、まあ、こういう短いところは結構そのやり方でやっていくと、ちょっとここに短くてできないんですけど、まあ、刈り上げちゃうんで今回はやる場合もあるんですけど、そういう場合は特にこの温めてガスを冷ますっていう方向でこういう細かいジリジリってなってるところをやっていくと結構いいですね。